鈴の鳴る道だそうです。これがね、これが鈴の鳴る道。所要時間が30分から60分ってあるけど、でもなんかあれですよね、でも雰囲気のあるいい道ですね。更新灯ですね。まあ、ちょっと写真撮ってきますね。はい、じゃあね、再び鈴の鳴る道です。この写真にある場所が分かればいいんですけどね。鈴の鳴る道、何かね、説明みたいなものがあってくれるとまあ確信が持てるんですけど。太陽光、このフェンスが針金になってて電流が通ってんだと思いますよ。危険、まあ電気柵。この風景出てこないかな。
こ？右の方の道ね。本当にそうかな。まあ座っといて、まあそうかなもないと思うけど、なんか雰囲気的に違うような気がするな。小中集会所、もう合同じゃなくて小中になっちゃった。はい、これはダメだ。もう一度チャレンジしてみましょうか。ガソリンスタンドですよね。鈴の鳴る道、ですよね。まあ、高浸透ですよね。本当にこの道なんですよね。鈴の鳴る道。まあ、最初来て、まあ、ここで U ターンしたんですけど、もうちょっと先行ってみますね。
のなる道。すいません、この道が星野富弘さんの鈴の鳴る道ですか？星野富弘さんの鈴の鳴る道、はいはい、これ、あ、そうなんですね。星野富弘さん、はい、ありがとうございました。どうも、この道が鈴の鳴る道だそうです。でもこのぐらいでおしまいにしとこうかね。これ先行ってもいけないと思うんですよね。はい、じゃあね、鈴の鳴る道戻りますね。まあこの道なのかなみたいな。おじさん本当に分かったのかな。ね、このおじさんね、鈴の鳴る道。それらしい道はいろんなところにあるんだけど、何か書いていていただけるとありがたいんだけど、何もないからね。これ本当に鈴の鳴る道なんですかね。そう言われてみるとそうかなって思いちゃうから。分かんないもんね。それではね、まあ、ちょっと帰りますね。であろう、まあ、そういった道でした。ご視聴ありがとうございました。よく分かんなかったね。